これでもいいのですが、手がだんだん痛くなってきます。持ち手をつけると、もっと回しやすく、もっと楽しい遊び方ができます。割り箸の端にマスキングテープを巻きます。ちょうど真ん中に鉛筆で印をつけたら、そこにもマスキングテープを巻きます。ちょうど真ん中のところをハサミで強く切ります。切り目が入ったら折ってください。折ったところはギザギザになっていますので、マスキングテープでカバーしてください。そしてさらにもう一度その上からマスキングテープを巻きます。これで持ち手が出来上がり、タコ糸をかけたら中から通して、できた輪っかの中に持ち手を通します。そして引っ張るとこれでギュッとつきます。もう一度やってみます。引っ掛けて中からタコ糸を取り出し、一回抜いたらその中にもう一度差し込んでキュッと縛ります。片側に寄せたらくるくると巻いて、最後の端を割り箸に引っ掛けて、これでおしまいします。